かった人へ。どうも、篠原です。今回は恐怖テストが悪かった人へというところですね。まあ自己採点して取れなかったという時に向けて話したい、人に向けて話したいと思います。まずですね、今後の動きなんですけど、まあとりあえず後悔してもしょうがないんで、一応まあ今後の動きの話ですね。まあ浪人するかランク落とすかというところです。で、浪人する場合なんだけど、まあおそらくこの動画を見てる人だったら、その足切りにかかるかかからないかっていうのがでかいと思うんですよね。で、足切りがまあある大学を受ける人が多いと思うんだけど、例えば浪人もしようと、この点数だとちょっともう共通、ちょっとやばいなと、ビハインドあるな、これちょっと2次で取り返すのは厳しいなってなった時に、足切りがにかかってないのであれば、俺はそのまま本命受けてほしいです。落ちると分かってても、もう浪人しようって思ってるんだったら、そのまま本命に、まあ、突っ込んでほしいというところですね。で、これ理由は何かっていうと、まあやっぱり二次試験のその会場に行って雰囲気を味わうってことも大事だし、まあ得点開示ですよね。自分の、書いた答案が何点ぐらいの点数で返ってくるのかを見るってことも大事です。つまり浪人の1年間どういう勉強をするかはそれによって変わるので、得点開示を受けるためにも、まあ足切り、突破してるんであれば本命出願して、どういう風に点数が返ってくるか見てほしいと思います。で、一方でもう足切りかかってるんであれば、もうここからは来年の勉強をしていかないといけないよねというところなんですよね。で、俺の提案としては、まあ、この後予備校とかに行くってなった時に、その、まあ、どこどこで受かったんですってなったら、例えば、東大行きたいんだけど、東大足切りかかりそうだと。で、例えば、北海道大学受けて、受かっておくっていう風にやることによって、予備校とか行く時に、北大今年受かったんだけど、蹴って、東大受験するんですみたいなこと言えるんですよね。なので、そうすると東大コースとか入りやすいですから、足切りに引っかかって、もうちょっとやばいということであれば、来年に向けた勉強するべきなんだけど、ランク落としたどっかの大学に合格しておくといいと思います。足切りはかかってるけど、別の大学が受かったんですと。で、その対策をしていくのが来年にもつながるんで、ぜひね、足切りにかかったんだったら、ランク落とした大学、まあ、足切りかかってると分かって受けに行くのはちょっと、もうあれなんで、足切りかかったなと分かっていながら、来年に向けた勉強っていうのをやっていくっていうのがいいかなというところですね。で、もう一個が、まあ、ランクを落として、浪人せずに行くっていうパターンです。で、この場合、よくあるのが、まあ、これもそうなんだけど、一番大事なことは、舐めないことです。つまり、ああ、どこどこ大でしょうと、ああ、まあ、受かるっしょ、みたいな感じで行かないってことですね。言うならば、例えば、それこそ東大行こうと思ってて、北大になったと、ランクを落としたっていう場合とか、あるいは北大行こうと思ってたけど、辞めて、まあ、国公立の大学行こうと思ったって場合、舐めちゃうんです、どうしても。まあまあ、もともと目指してたところに簡単だしなと思って、あんまやらないんですけど、これやると、落ちます。普通に落ちます。俺、もう、まあ何人も見てきました、そういう人。舐めて落ちるっていうね。で、これね、舐めると落ちるんですよ。で、言ったら、まあ言っちゃ悪いけど、共通取れなかったら、取れなかった自分が悪いですよね。で、共通取れなかった自分は、その大学ぐらいの学力だから、その大学受けることになったわけじゃないですか。そこでさらにそこでも舐めて、あんまり対策しないと、そこに向けて本気で頑張ってる受験生に確実に負けます。で、そこに向けて本気で頑張ってる受験生、例えば北海道大学だったら、そこに受かるために1年間浪人してる人もいるわけですよ。で、そいつらに確実に負けます。普通に負ける。で、本番も舐めて臨むから、もう過去問なんか3年分ぐらいしかやってないですみたいな状態で受けたら確実に落ちます。で、こういう舐めた気持ちでいかないってことが大事なんですよね。ランクを落とすとどうしても舐めた気持ちがあるんだけど、実際には学力的にはトントン受かるかどうかだからそこ出願する羽目になったんだし、過去問の演習量としても本気でそこに向けて準備してた人に比べたら大幅に足りないわけですね。言ったら初めてそこを受けることになったわけなんで、演習量も足りてないっていう状況で舐めて臨んで、この1月2月サボったら確実に落ちます。で、そうやって舐めてるやつ、浪人しても伸びません。どうせ来年1年間あるからいいやと思ってやってるやつが、その1年間本気で勉強して成績が上がるわけがないですね。だから、まあ、正直ね、その舐めたことをやってるやつは確実に落ちる。で、落ちてきたやついっぱい見てきた。学力的、偏差値的に A 班 B 班取れたけど落ちるってよくあります。だから、舐めない、非常に大事なんで、
共通が悪かったんだったら、もうこれはね、ランク落とすんだったら、ランク落としたなりに本気で勉強してほしいというところですね。最後に、まあこれね、もう多分周りの人とか誰も言わないと思うんで、まあ低評価不幸が、俺のこと嫌いになろうが、もう言いますけど、取れなかったのは実力不足です。学力がなかったから点が取れなかったんです。だったら、それは反省して次に生かすべきだよね。で、次に生かす勉強というか、今年何かが悪かったから点が取れなかったんです。それは勉強法が悪かったのか、もう戦略作れ言って何回も言ったのにスクラブやったのが悪かったのか、何かが悪かったから伸びなかったわけなんですよね。で、それ改善しなかったら、来年も結果出ないですよ。だから、何かは改善するべき。で、その何かがわからない状態で、シャニムにやっても意味がないんで、信用できる先生にちゃんと聞こう。何が悪かったんですかね、俺。っていうことをちゃんと聞こう。まあランク落とした大学に行くことになろうが、浪人しようが、そこで何か自分に行けないところがあって、あ、ここが行けなかったんだ、こういうことが自分の前言ったらその共通が取れなかった原因だっていうのは分かって、まあ二次対策とか、あるいはそのまあランク落とした大学に行った後、まあ、大学院の入試とかで、そういう志望校、まあ東大だったら東大とかに行くっていうことができるけど、そこで舐めた気持ちでやってたり、そこで本気にならずに浪人したりとかしても何にもならないですよ。結局は大学生生活もまあなんかみたいな感じになるし、結局はランク落とした大学受けて落ちますよ。で、余計惨めですよ、そうなったら、っていうことになるんで、これはね、実力不足なんです。実力不足で何かが悪かったから成績が取れなかった。じゃあ何が悪かったんだろうってことを考えて次に生かさないと、この失敗意味がないんです。せっかく失敗したんだから生かそうよ。それを生かして、とりあえずまあ受験かと、まあ来年の浪人しての受験でもいいし、今年の、まあ、受験でもいいから、何か結果出そう。じゃないと、ただの負け犬ですよ。ただの敗北者ですよね。そうなったら、まあ意味がないじゃないですか。っていうところですね。はい。ということで、共通で取れなかったんだったら、もうそこは自分の何かが甘かったってことを受け入れて、次に生かそう。次で結果を出すために、本気になって戦っていきましょう。まあちょっとね、俺の方でも、まあ受験相談っていうのやってます。LINE の方で、無料電話相談っていうのやってるんで、もし、必要だったら言ってください。LINE の QR、編集で足しとくんで、必要だったら、そっちから申し込んでもらったらなと思います。ただこれ申し込むの本気な人だけにしてください。どうでもいいと思ってる人はもう自分で勝手にやってください。はい、でした。ぜひね、共通が悪かった反省してるんであれば、次に向けてやっていきましょう。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。